パチカの奥の奥、ちょっぴり空いたスペースで、優しい店員のお姉さんがミキサーを回している。ウィンと鳴ってる音と、それを待つ僕と、二人だけのその空間が僕の幸せ。混ぜるほど色合いを変えるスムージー、僕に近寄るお姉さんはそれを笑顔で渡す。パッと広がる香りと、それを飲む僕と、また僕の幸せ。また混み合う正午に、忙しくなるお姉さんと、居場所のない僕はさあ職場へ、また明日ね、また明日ね。